いきなりだけど、実験だよ。このブラッドマジックのガイドブックを召喚するアイテムを使ったら、雷が落ちてくるじゃん。ということはさ。おーおー、大電クリーパー。この目で見たのは初めてだよ。雷で燃えちゃったけど、普段のクリーパーよりなんか可愛いね。さすがの火力。でも、この距離で爆風受けてもほとんどダメージ受けないね。強くなりすぎちゃったよ。改めまして、どうも、こんにちは。うぷ主の、月葉です。皆様、ごきげんよう。現場作業員の、あやめだもんね。前回はブラッドマジックの錬金術や醸造をやりましたね。次足して繰り返し使えるポーション、便利だったよね。今回も、また新しい要素に触れていきます。リチュアル、というものです。リチュアル、直訳すれば、儀式ですね。リチュアルストーンというブロックで祭壇を作り、その祭壇に応じた効果を得ることができます。どんなものか理解するには簡単なリチュアルを行ってみるのが一番でしょうから、準備をしましょう。リチュアルに必要なのは、先ほども言いました、リチュアルストーンがいくつかと、祭壇の核になる、マスターリチュアルストーン、そして、エレメンタルインスクリプションツールです。エレメンタルなんちゃらが今作っとるやつだね。これは、祭壇の構成ブロックに属性を付与するアイテムだそうです。火、水、風、土、黄昏、暁の6種類がありますが、ジェアさんで作れるのは、火、水、風、土の4元素のみです。まあ、6属性しかないなら良心的かな。アルスマギカニとか10個くらい属性があったもんね。神秘属性とか、エンダー属性とかありましたよね。さて、次の必要素材、リチュアルストーンは、ジェアニで作れるリインフォーストスレートと黒曜石、ブラッドオーブで作れます。実況シリーズ開始前に頑張って集めた黒曜石がやっと役に立った。実際は黒曜石集めよりも、スレート量産の方が手間かかってますけどね。何か自動化できるいい方法があればいいのですが。OK。マスターリチュアルストーンもできたし、これで必要素材は揃ったと思うよ。お疲れ様です。では、初級のリチュアルをやりましょう。これ?はい。リチュアルオブザフルスプリング。LP を消費して水源を出してくれる儀式です。本当に、ザ、初級。みたいな効果内容だね。ガイドブックのお手本のリチュアルストーンには青い模様がついていましたが、これは先ほどブラッドアルターで作ったエレメンタルインスクリプションツールを使います。青い模様は水属性の筆記具ですね。筆記具は使うと耐久が減りますが、リチュアルストーン以外を右クリックすると回復するそうです。魔術的だ。申し訳ありません。リチュアルの起動に必要なアイテムを作り忘れていました。ラバクリスタルというアイテムにティア3以上の祭壇で1万 LP 注入しましょう。ラバクリスタルってなんだっけ ?LP を消費してかまどの燃料になるアイテムですね。ティア1から作れますが、飛ばしてしまいました。起動しないんだけど、ウィークアクティベーションクリスタルに所有者登録されていないからですね。この、点って書いてある石のこと?はい。リチュアルの起動にはソウルネットワークの LP を使うので、一度何もないところで右クリックして所有者登録をする必要があるのです。ソウルネットワークの LP はプレイヤーごとのものなので、私のソウルネットワークの LP を使ってください、というのを示す必要があるのですね。お、できた。忘れがちなのですが、ブラッドオーブはじめ、ソウルネットワークに関連するアイテムの多くは使用する前に所有者登録が必要になります。また忘れそう。さて、このリチュアルなのですが、起動と維持にそれぞれ LP を消費します。この水源を生むリチュアルならば、起動に 500LP、そして水源を1つ生むごとに 25LP 使います。ただじゃないんだね。覚えておくよ。でですね。実は、リチュアルを自動で組み立ててくれるアイテムがあるのですよ。リチュアルディバイナーというのですが、結構大きなリチュアルになると手動で作るのは辛いですからね。ダイヤとかエメラルド使うんだね。贅沢。ちなみに、私の立ち絵の右ももにつけているアイテムはこれです。使い方は、この杖を持ってシフト右クリックするとチャット欄にリチュアル名が出ますので、使
作りたいリチュアルを選んでマスターリチュアルストーンを右クリックすれば OK です。シフトを押さない普通の右クリックを使うと、リチュアルの向きを変えられます。なんかめちゃくちゃいっぱいあるんだけど、事前に使いたいリチュアルの名前を覚えておく必要がありますね。これから作るリチュアルは、レクイエム・オブ・ザ・セイシエイテッド・ストマック。めっちゃ満腹のレクイエムとかそんな感じですかね。めっちゃ満腹なのか。あやめちゃん、こういうの好きでしょ？食べるのは大好きだけどね。ちなみに、この杖は自動でリチュアルを組み立ててくれますが、リチュアルストーンを設置する場所がない時や、リチュアルストーンが足りない時は止まります。出たっぽい。このリチュアルは、中央に食べ物を入れたチェストを置いておけば、近くをプレイヤーが通りかかった時にそれを食べさせて満腹度を回復してくれます。おお、私、アルスマギカニの影響で屋内にいるとめっちゃすぐにお腹空いちゃうから最高じゃん、と思ったのですが、食料がいくらあっても足りないことに気づいたので、このリチュアルは使用中止です。なんだと。あやめちゃん燃費悪すぎです。リチュアルの効果は、マスターリチュアルストーンにレッドストーン信号を与えると止まります。ああ、私のお腹めっちゃ満足作戦か。日光浴でもしていてください。ちなみにさ、リチュアルに溶岩源を無限に生んでくれるやつってある？ LP を消費しますが、ありますよ。じゃあさ、それと自動水汲み装置とかいろいろ組み合わせたら、全自動サーマリリー発マナ施設が作れるんじゃ。作れるでしょうね。サーマリリーは溶岩源を燃料にマナを発生してくれるボタニアのお花ですが、そのマナ生成量はかなり多いです。というわけで、作っていくよ。場所は浮遊島下の海底施設だね。普段はこういう装置の制作風景は全カットしてしまうのですが、たまにはお見せしながらコメント返しをしてみましょう。このシリーズ初めてのコメント返し来たこれ。じゃ、私がコメント読んでいくね。ウポツ、ウポツキハ、とかのウポツ系コメントや、オツ系コメント。本当にありがとうございます。いつも言っていますが、こういうコメントが本当にウプ主のやる気になっています。あと、パート2に、全然作から見てきた、という旨のコメントがいくつかあって驚きました。軽く宣伝しておくと、この黒魔術入門マインクラフトは3シリーズ目なんだよね。同じワールドで少しずつ浮遊島を作りながら、いろんな魔術モッドをやっとるんだ。ファーストシーズンはアルスマギカニ、セカンドシーズンはボタニア、で、今回のブラッドマジック編だよ。このシリーズをきっかけに過去の動画を見てくださった方々、本当にありがとうございました。次、ソームじゃなくて残念、そっちに行ったか、ブラッドマジック来た。ソームクラフトも検討したのですが、結構内容が盛りだくさんそうだった上に、ソームをやってしまうと魔術をやりきった感が出てしまいそうだったので見送りました。居住区お屋敷の1階はソームクラフト用に開けているので、おそらく次シリーズあたりでやると思います。次、あらかわいい、かわいい、立ち絵かわいい、とか、立ち絵を褒めてくれるコメントがいっぱい。ありがとうございます。ウプ主の画力は日々向上中ですので、次シリーズはもっとかわいい絵になるはずです。ご期待ください。次、初見に優しい動画。それが一連の浮遊島シリーズの一番のコンセプトですからね。そのモッドをやり込んでいる方にとっては、当たり前のことを当たり前にやっている動画に見えるでしょうが、あやめちゃんの可愛さに免じて許してください。私、頑張ってモッド上級者のみんなに追いつけるようにするからね。作業もお返事したいコメントもまだまだたくさんありますが、動画尺の関係で今回のコメント返しはここまでです。パート2以降のコメントは次パート2もコメント返し時間を設けようと思いますので、そこでお返事いたします。コメント、本当にありがとうございました。完成品の紹介だよ。こっちがサーマリリーさんに溶岩をあげる装置だね。ディスペンサーで中の溶岩バケツの溶岩を排出して、コーポレアファンネルで溶岩バケツを補充しとるよ。レッドストーン信号の伝達はいつものマナスプレッダーとマナ検出器方式だね。浮遊島ではよく見る形ですね。パルスマナスプレッダーのマナバーストが、まず下の段の検出器に当たって、ディスペンサーを作動させていくよ。で、終点まで来たらここでマナを折り返して、上の段の検出器にマナバーストを当てて、ファンネルで下のディスペンサーに溶岩バケツを補充だね。上の段のマナバーストを発射するのは、
通のマナスプレッダーなのですが、うまくマナを折り返すためにはマナの減衰をなくすのがポイントです。試しに動かしてみよっか。こんな感じだね。ディスペンサーの中身は、さっきまで溶岩が入っとったバケツと、ファンネルで送られてきた溶岩バケツだよ。ちなみに、サーマリリー3本に対して、ポテンシーレンズをつけた L 分マナスプレッダー1個を当ててあるよ。サーマリリー3本の場合、ポテンシーレンズをつけて L 分マナスプレッダーとプールを隣接させていないとマナのロスが発生するので要注意です。お花とスプレッダーの配置は、6ブロック以内ならどこでも大丈夫です。多分。で、こっちが自動溶岩汲み取り機だよ。自動水汲み機の応用だね。一定時間おきにファンネルが溶岩給仕装置のディスペンサー内に残った空バケツを呼び出して、斜め下のディスペンサーに入れてくれるよ。これ、最初はファンネルとディスペンサーを縦に並べて、レッドストリングドディスペンサーでディスペンサーを動かしていたのですが、なんかうまくいかなかったのでこの配置になりました。この配置ならいい感じに動いてくれとるよ。溶岩バケツが一瞬で消えたのは、その隣に溶岩バケツを集める装置があるからですね。コーポレアクリスタルキューブで溶岩バケツを検知したら、レッドストーン信号が発生して、ファンネルが溶岩バケツを回収する仕組みです。リリスちゃんのお家の時に紹介した、コーポレア式マナ輸送装置と同じ仕組みだよ。そして回収された溶岩バケツが、また溶岩給仕装置のファンネルによって呼び出されていくのですね。ちなみに、この施設なんだけど、3色のコーポレアネットワークが張り巡らせてあるよ。溶岩バケツがいっぱい入ったラージチェストと給仕装置のファンネルをつなぐ赤いネットワーク、給仕装置のディスペンサー内の空バケツを溶岩汲み装置に送る緑のネットワーク、溶岩汲み装置が汲んだ溶岩バケツを赤いネットワークのラージチェストに送るための紫のネットワーク。コーポレアファンネルを使って、違う色のネットワークにアイテムを送るやり方は我ながら良いアイデアだと思います。今はサーマリリー12本で運用しとるけど、拡張は簡単だから、LP と素材次第で爆発的なマナを生んでくれる施設になるもんね。ただ、普段使いのマナはリリスちゃんにお願いしとるから、こっちで作ったマナはしばらく貯める方針だよ。1時間で6万 LP を使う施設だから、LP 管理に気をつけなきゃね。その代わり、200万マナが毎時得られますけどね。というわけで、今回はここまでです。なんかやりきった感あるぜ。次回もリチュアルを作っていきたいのですが、結構大きい祭壇が多いので、それを置ける場所を確保していきます。祭壇を置く場所は、浮遊島外周のトラップタワー。ここの改築が次回の内容です。建築会来たこれ。さて、最後になりましたが、前回動画を広告してくださった方々、アルゴン18様、中林様、クリフ様、トル様、アシリュ様、カモネギ様、アルフェウス様、ワノ様、チタンカキゴウリ大帝様、リック様、マメマメ様、モモコ様、スト様、キリノリソウメン様、ヘニョ様、リンゴジャム様、マインズ様、何菓子の何菓子様、ワーイ様、ベニマス様、モッツ様、ありがとうございました。再生、コメントなどしてくださる皆様も、いつも本当にありがとうございます。それじゃ、今回も最後までご視聴、ありがとうございました。バイバイ。